第2議案第125号および議案第126号についてを一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。渡辺市長。暫時休憩します。大丈夫ですか。渡辺市長、再開します。渡辺市長。はい、それでは追加議案の状況をさせていただきます。まず議案第125号、佐渡市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、本案は本市の条例および規則に基づく申請届出など、これまで市役所の窓口で行ってきた行政手続きなどについて、従来の書面に加えオンラインも可能にするため必要な条例を制定するものでございます。議案第126号、令和5年度佐渡市一般会計補正予算第6号について、本予算案は歳入歳出にそれぞれ1億1970万円を追加するものでございます。補正内容は路線バスの自動運転実証調査に関わる経費を計上し、歳入では国庫支出金を増額計上するものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。これより質疑に入ります。議案第125号、佐渡市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についての質疑を許します。中川直美君。デジタルについては市民も関心があるので、ちょっとここで聞いておきます。いわゆるデジタル手続き法、デジタルファースト法の流れの条例になるんだというふうに思うんですが、具体的には何がどう変わるのか、もう少し詳しく教えてください。で、総務省の調査によると、実態の、ね、データの開発にはレベルがありますよということが言われていて、4段階あって、で、総務省の4年時点の調査を見ると、非常に県内においても佐渡市の場合は、手続きが遅れてるんじゃないかと思うんですが、その辺、どんな状況なのか。で、具体的にこの条例をやると何がどう変わってどうなるのか、ちょっと教えてください。中川総務部長。ご説明申し上げます。行政手続きのオンライン化につきましては、法整備がされておる中では、佐渡市においても本年の4月よりぴったりサービスというような形でオンラインの手続きが可能になってきております。その事業につきましては47事業手続きがございます。で、今回の条例制定につきましては、書面でなければ手続きできないと規定されておるものにつきまして、佐渡市の条例規則等では120の手続きがあります。その部分に関しまして、書面でなくオンラインでできたものも書面で行ったというふうに読み替えるような形の中で、オンライン化が進めるということでございます。全体的に佐渡市の中では670ぐらいの手続き申請がございますけれども、その4割ぐらいにつきましては、このあとこの条例も踏まえまして、手続きの方がオンライン化できるような形で今後進めていきたいというふうに考えております。中川直美君。はい、それではその第8条の使用状況に対する状況を公表するというのは、具体的にどういうふうにするのか、まず一つ聞きたい。それともう一つ、今言ったそのいわゆるぴったりサービス の導入は分かるんだけど、総務省のものによると、ぴったりサービスを導入し、オンライン化を実施している実態がランク2と、その次が、汎用的電子申請システムを導入し、オンライン化を実施している実態が第3ランク、第4ランクはまた、ご承知だと思うんだけど、ちょっとうちの場合はどのランクぐらいになるんだろうというのを聞きたい。で、先ほどちらっと、冒頭にちらっと言いましたが、総務省の令和4年度の調査によると、処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や、云々の効果が高いと伝える手続きについては、県内20市、県内の中を見ると、非常に佐渡市、少なくなってるんだけど、
子育てや介護の部分は同じように丸丸丸ってついてるんでね、やってんだよ。でその辺はどういうことなの、ちょっと遅れてるのかなってこう思うんだけれど、その辺はどうですか。例えば具体的に言えば図書館の問題、文化スポーツの施設、研修、みたいなのがあって税の申告は、まあ、全部丸になってますけどね。総務省の調査から見るとなんか遅れてるみたいに見えるんだけど、その辺どんな状況ですか。中川総務長。ご説明申し上げます。ちょっと細かい事業の中で、遅れておるというご指摘がございますけれども、どの部分が個々に変わっていくかというのはちょっと私今資料は持ち合わせておりません。委員会の方で、説明をさせていただきたいなと思っております。答弁漏れ3つ質疑があったんですよ。第8条についてと2ランク3ランクについて、今3番目の答弁ありましたが、説明してください。どうぞ。中川総務部長。失礼をしました。第8条の利用状況を公表するというような形につきましては、ホームページ等の中で処理状況を交付するような形、年1回という形でございますけれども考えております。それからランク付けにつきましては、現在この条例改正を行いますと、今この後県内の自治体の中で同じシステムを共同開発していただくような形の中で、今国のデジタルの田園都市の補助申請をしまして、それを活用して共同開発をするような形で進めております。それができた段階でどのランクに行くかというところまで私ちょっと今説明できませんけども、そのような形で進めておるというところでございます。中川奈美君。デジタルの場合一番重要なのはどうやってセキュリティを守っていくか、どうやってそういう状況を明らかにしていくかということだから、第8条というのは極めて私重要だと思ってます。で、それまあまあ委員会でやりますからあれです。ただね、総務省の調査は私今見ながら言ってるんです。令和4年度の総務省の調査、特に国民の利便性の向上に資する行政手続き31手続きをさっきちらっと言いましたが、図書館、文化施設、研修イベントで、県内見るとね、県内新潟県の中見ると、ね、佐渡市のところが見学空欄が多いんですよ。で今総務部長の話だと、これからシステムを構築するから一緒になるっていうんだけど、構築する以前にも差ができてるっていうことなんだけど、違うんだっけ。中川総務大丈夫ですか。中川総務部長。ご説明申し上げます。今現時点ではぴったりサービス等の手続きの中で47手続きができております。10月以降に順次オンライン化をしていくこととしておる手続きが約300手続きございまして、令和5年度につきましては250程度をオンライン化の予定とするような形で考えております。それから今現時点においてこの通則条例を設定しないで個別にオンライン化をしておる団体もございます。その他につきましては県内20市の中では制定済みが9団体ございまして、制定予定4団体というところでございます。以上です。他に質疑ありますか。質疑なしと認めます。議案第125号についての質疑を終結いたします。議案第126号令和5年度佐渡市一般会計補正予算第6号についての質疑に入ります。本案の質疑は歳入歳出一括で行います。本案についての質疑を許します。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。
議案第126号についての質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第125号及び議案第126号については、お手元に配布した委員会追加付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次の会議は27日午後1時30分から、議案の採決など今期定例会最終日の議事を行います。本日はこれにて散会します。